君、なかなかそれどうし、また意見を聞かせてほしいんだ。ドゥーン。庄司師匠、村上庄司がいる？ドゥーン。何の音？遺跡の方から聞こえたけど。ドゥーン。村上庄司がいるぞ。行ってみて。あ、行ってみよう。おいで、マンパチ。ワンワン。私も行こう。村上庄司がいるぞ。早く行かなければ。ドゥーン。カブカブ。なんだなんだ、遺跡からすごい音がしたぜ。な、観光客に向けて何かのサプライズかよ。なんだ？わあ、なんかおしゃれな建物の柱。どうしたんだろうね。上で何が起きてるの？行ってみよう。元気の塊をゲットした。いきなり大きな音は人を不安させますね。そうですね。落ち着いた子だ。何が起きてるんだ。起きた。何が起きた？ちょっと待って、ちゃんと読もう。何が起きた？遺跡で何が起きてるんだ？何が起きてるんだろう？どうしたんだ？なんか見たことある。もしかして事務長？どうしたんだ？お！え？え？何してんの？もっと壊しなさい。願い星を掘り出すのです。何してんの？ゾーン。何してんの？願い星になってみれば委員長が認めてくれます。何してんの？大王道、あなたも委員長のポケモンならば願い星を剥がせることを心から喜ぶべきなのです。委員長のポケモンまで持ってきて何してるの？あなた、やれやれ、あなたですか。今からでも願い星を集め委員長に気に入られたい。そういうことですか。なるほど、考えたのですね。何言ってるんだ。ですが、そんなことは認めさせません。誰にも邪魔させないのです。うわ、何なのあなた。何をしてるの？ビート、ダブラン、何をしてらっしゃるんです。あなた、もうヨモギの力見せて差し上げます。ヨモギはパヤの指示を持ってる。あなたたちの実力、今のでほぼほぼ理解しました。騒いだだけなんだけど。いて、頑張れ頑張れ。ヨモギは騒いでいる。僕の相棒が放つ技はさぞかしご機嫌でしょう。ご機嫌でしょうよ。ご機嫌、相棒なんだね、テブリムが。委員長のために勝ちます。僕の生きる道を塞がせるか。何をそんな必死になっているんだ、ビート君。認められてもらいたいんだな、ビート君は。かわいいなぁ、ポニータ。ぬいぐるみめっちゃ持ってる、ガラルポニータの。かわいい。うわーん、やったー、いいぞー。みかん、ありがとう。やったぞ。ツイッター40。うわぁ、すげえ。これは、何かのミスです。やり直しを要求します。クレーマー。クレー、ただのクレーマーや。もしかして、腕時計、あれかな？なんか、ブカブカだから、ポーズ委員長の腕時計、もらったの、つけてんのかな？知らんけど。なぜ？どうして？僕が邪魔されるのです？委員長に選ばれ、いずれはチャンピオンに勝つ。いわば、ガラルを背負って立つエリートの僕なのに。ビート選手、オリーブさん、あ、ローズ委員長の大王道をお借りしたいって何事かと思えば、まさか遺跡を壊したなんて。千年先の未来に比べ遺跡が何だと言うんですか。なんてことを言うの。そのように甘い香りよりも甘ったるい考えで委員長をサポートできますか。どうしたんだ、なぜ飛翔しているんです。ビート君、声を絞り出すけれど本当に残念ですよ。確かに幼い頃孤独だった君を見出した。才能を伸ばすためにもトレーナースクールにも通わせたし、昔の私を思い出しチャンスも与えましたよね。ですが遺跡を壊すようなガラルを愛していない君のような選手はジムチャレンジにふさわしくない。追って処分を決めるからすぐナックルシティに戻りなさい。ビート君、
嘘ですよね。僕が失格ということは選んだあなたの店ですよ。100ある選択肢の中で最も最悪のチョイスです。ビート選手、あなたが集めていた願い星預かっておきます。あ、そうだよ、遺跡を壊しちゃダメだよ。ソニア君、ハヤ君、とんだトラブルでしたね。こんな形でジムチャレンジャーが消えていくのは寂しい限りだが、大会はフェアでないとね、ローズさん。はあ、悲しいろうな。ビート選手の試合で実況が言ってたけど、身寄りがいなくって引き取ってくれた委員長のために戦うって。そうなんだ。ふん、遺跡は無事かしら。大丈夫なのかな、遺跡は。あ、やべ、考えてる姿、ソニア選手。後ろなんか英雄いるじゃん。すごっ。ピコーン。かわいい。かわいい、ソニア。かわいい。ソニアさんかわいい。わあ、綺麗。アクシデントによって日の目を見た遺跡。ガラルのどんな伝説を伝えている？ポケモン？うん。英雄よりもはるかにポケモンらしき存在が目立つ。しかも2匹のポケモンが使っていたかのように剣と盾を持っている。他に気になることは？英雄は2人？そうなんだよ、英雄は2人なんだよね。だとするとスボミーインデの英雄の像はなぜ1人だったのか。確かにスボミーイン2つあんじゃね。そんなことねえか。英雄の像よりも古いタペストリーよりも昔に作られた遺跡がより真実を伝えているはず。ということは、剣はポケモン、盾もポケモン、どっちなんだろう。どっちもポケモンだと思う。わかる？いつしか剣とポケモン、ポケモン、そして盾とポケモンは同じものとして扱われ、歴史の陰に消えていった。英雄は若者二人、剣と盾はそれぞれポケモンだった。でも真実を伝える遺跡は芸術すぎる絵で隠された。一体どういうことかしら。どういうことなのかしら。ありがとう、あなたのおかげで大発見ができたかも。いつものこれを分けてあげるから、あなたもジムチャレンジファイト。今度はアラベスクタウンね。うん、ありがとうございます。アラベスクタウンに行くにはルミナスメイズの森を抜けるの。ルミナスメイズの森はキノコに触るのが大事なんだ。キノコに触る？よーし、どんなキノコに会えるのか楽しみです。キノコ、なかなか元気な子。行くぞ。ルミナスメイズの森、うわー、綺麗。触ろ。じゃん、おー、なんだ君たちは。かわいい。ゆかこさん、かんいちくん、どうして30分だけなのよ。ドレミちゃん、あれ、ドレミチアンだった？今ドレミちゃんだった？ドレミチアンかもしんない。ドレミチアンかもしれない。ペコちゃん、クロワッサン、お茶じゃ。うわ、かわいい。えのき、えのき、バンバイエ、つまようじ、肝試しカップルのユータとミレ。こんなところにデートしやがってクソが。帰れ。こんなところで肝試しするなんて。負けた悲しみませんなら鉄道での旅がいいですよ。この後デート来たんか。強すぎだよ。私でもできる人を探しに行っちゃおう。ボーケー。よし、行くか。うわ、綺麗。森の中だ。うわー、綺麗だなー。
ジ？かわいい。うわー、かわいい。妖精やん。うわー、かわいい。でかきの子、シュシュー、かわいい。でっちゃ。うわー、かわいい。アラベスクタウン、巨木の内側をくり抜いた。形の移住居がある町。はい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 。うわ、かわいい。上にいる。かわいい。なんてかわいいの？ぷっ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 ぷ。超かわいい。上にいる。かわいい。わー、マイカもいる。わー、きれいな街。かわいい。フランク？それ、じいちゃんの名前だぜ。え？お手紙の？フランク。いらっしゃい、ポケモントレーナーさん。ジュパ、いかーい。え？どういうこと？パプラさんの事務所ちゃんは小さな劇団でもあるの。へぇ。パプラさんはずっとずっと昔からシムリーダーなんだ。おや、フランクはわしだが。え？わし宛ての手紙、どういうこと？はや古びた手紙を出した。差出人は、お！ポーラちゃんか。いやー、懐かしい。え？幼い頃よく一緒に遊んだよ。え？女の子だったよね。はっ！でも彼女病気してね、それをわしに隠してたんだ。それで喧嘩になって、わしも引っ越すことになり、それ以来は、ポーラちゃん元気にしてたかね。元気だったよ。ならよかった。懐かしさを運んでくれたお達人だ。持ってきなさい。ありがとう。そうだったのか。そっか。うわー、なんかそっ かなんか悲しいもの。でもお手紙渡せてよかった。そっか。かわいい。いいお部屋ね。好き。いいわー。ピッカリ。かわいい。かわいい。わー、綺麗。すごい。あそこにもいる、チョンチーが。ツイッターが威張る。おいおい、つけやがって威張るだと。ツイッターはツイバブの使い方をきれいに忘れた。そしてツイッターは新しく威張る。わー、ダメー。ツイッター過激派になってるよ。慢心するな。フォロワーを大事にして。え、あ、リアル。リアルや。見えなかった。おちゃちゃ、おっしゃー、捕まえるぞ。ポコスケどう？嬉しい、マジ嬉しい、マジ嬉しい、マジ嬉しい。ポコスケ、やったー。またポコスケと一緒に冒険できるんだ。リオルのデータが新しく、ありがとう。相手の感情だけでなく、自然の様子も波動というか波の形で感じ取る。いやー、またよろしくポコスケ。
ぽー、嬉しい。ぽこすけいないかと思った。ぽこすけいたんだね。ぽこすけよろしく。緊張している、かわいい。よかった、遊んでおいて。みかん喜んでる。あー、みかん寝てる。かわいい、みかん。あんよ、みかん、みかん、あんよ、めっちゃかわいい。あー、かわいい。みかん、なんてかわいいんだ。ナルトも見てる。あ、ツイッターが見守ってる。パトロールしてるよ、タイムラインを。よーし、行くぞ、事務船。わー、綺麗。うわー、綺麗。クレーが飛んでる。かわいい。わあ、かわいい。アラベスクスタジアム。さあ、よろしくお願いします。よろしく。あ、マリーちゃん。お、パヤ選手。へえ、ジムバッチ4個か。あんた要注意だね。クララ。ほら、モルベコも警戒するよ。かわいい。でモルペコ、あんたもしかしてファイア気に入っちゃった？もう、チームチャレンジャー同士真剣に戦うこともあるのに。仕方ないな。私のクリックカードあげておくか。嬉しい。ありがとう。え、嬉しい。ファイアリーグカードもおいしかった。まあ、いっか。あんたのことライバルとして覚えておくよ。数少ない自分チャレンジャーの生き残りだもんな。絶対決勝に進もうよ。うん。勝ったんだ、マリーちゃんも。頑張る、私も。あ、バチ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 。おい、毎度おなじみ僕、ボールガイダボルよ。ラブがラブが溢れてそうってどういうことなの。なんだ、ラブラブボール。はぁ、パヤはラブラブボールをボールにしまった。ちょっと何、リア充じゃない私への当てつけなの。何なの、自分のポケモンと性別が違うとすか。はぁー、なん、ムカつく。笑いやがって、ボールがやっぱりムカつく。ラブラブボールは勝負に出して君のポケモンと相手の性別が違うと捕まえやすいボールだポルよ。いやはや、ボールって本当に奥が深いボールね。やばい、バカにされてる。リア充じゃねえ、べーへへ、ウリア充じゃねえ、バカ野郎、ボル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 、ムカつく。うん、こっち見た、クソ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 。あ、かわいい。あなた、ガラルで捕まえたデスマスをお持ちになって、よろしく私が海外で。そんな、でも、ひじきと交換はできない。また新しいひじきをこう、ゲットしてくる。着替えてきました。ユニフォームよくお似合いですよ。ではリラックスして挑みなさい。ありがとうございます。ふぅ、緊張する。ドキドキ、ドキドキ。あー、かわいい、蝶々だー。うわっ、何？早速？うわ、なんかこの裏側って感じいいね。おいでなさったね、ピンク不足のジムチャレンジャー。ジムミッションだけどね、あんたも後継者が欲しく、私も後継者が欲しくて、新しいジムリーダーオーディションも兼ねているのぞ。へえ、なーに、簡単さ。勝負をしつつ、みんなが主催するクイズに答えるだけ。ただし間違えると戦っているポケモンの能力が下がる。へえ、もちろん正解すれば能力も上がるからね。ま、フェアリータイプポケモンの不思議な力さ。へへ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 、アレチの魔女だ。さあ、あんたも本気、じっくり見させてもらうよ。アレチの魔女め。倒してやる。それでは、ジムミッションです。上手に戦ってください。上手に戦う。わあ、なんか、裏側って感じでいいね。素敵。上手に戦います。あ、見て、見られてる、見られてる。オーディションみたい。何なの？さてさて、フェアリータイプのジムリーダーにふさわしいか、オーディションを始めましょう。もうジムチャレンジではない、オーディションだ。あらー、コトさん、よろしくお願いします。問題、フェアリータイプの弱点は何、わかりますか？
毒タイプ、どっちも大丈夫、どっちもですね。揺るがぬ実力を持っていれば正解不正解関係なしね。ほう、なるほど。ポプラさんがどう思うか分かりませんが、私はまあまあ気に入りました。ほう、ありがとうございます。なんか後ろの背景素敵だね。あ、またよろしくお願いします。二人目です。先ほどの質問の結果は気にせずどんどん進みましょう。わかりました。ダキダキチヨコトチヨコトチヨペロッパフ、かわいい。問題、さっきのジミーダーの、え、コト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 、ココはあれだよ、劇場版よ、こ劇場版ザルードとーちゃんだーのやつだ。正解不正解気にせずどんどん進めましょう。トゥ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 。おお、問題、私が毎朝食べてるメニューは何？知らん。オムレツじゃないの、朝だから。あ、そうなんだ、チーズオムレツに。そうなんだ、知らんがな。ジムチャレンジなのにオーディションポプラ、あ、間違えた、ジムチャレンジなのにオーディションポプラ様にも困ってもいいですよ。そうでしたか。わあ、でも次はポプラさんかな、よろしくお願いします。あ、ちゃんと舞台袖に戻っていく、いいぞパヤ。わ、何これは、ジムミッションの成績表がある。なんで不合格、正解数1、ポケモン勝負の才能は私が見てきた中でダントツ、ただよくわからない音。なんでさ、不合格だってかわいい、ソニア不合格。正解数3、優秀ながちゃいと諦めやすいかもね。まあ、あのマグノリアの幕は大変だね。わあ、面白い、みんなの書いてあるんだ。わあ、かわいいな、舞台袖、ここでこう審査してたんだね。あ、でも違うな、前出てたんだ。これはな、誰の席だ。ダンデさん1しか正解してないの、かわいいかわいいな。ジムミッション見事クリアなされましたね。さて、ジムリーダーはどんなジャッジを下すのでしょう。パヤさん、続けてジムリーダーになれますか。はい、うん、ではお進みください。ジムリーダーよろしくです。よろしくお願いします。なんか非常口のやつが、あの頂上マーク行くって感じになってたね、かわいい。よろしくお願いします。アレチの魔女との戦いだ。うわぁ、待っとる。素敵素敵、ファッション。今更だけど名乗るかね、ジムリーダーのポプラさ。クイズに答えたあんたのリアクションを見せてもらったよ。最後の試験は私、相棒のポケモンにどんな振る舞いをさせるのか、ちょいと見させておくれよ。うわぁ、ドキドキする。私がもしかしてこのジムのジムリーダーが試食をしない、ラキラキかわいい。もうエレガント、アレチの、さすがアレチの魔女だ。お、来た、ジムリーダーのパブラが勝負を仕掛けてきた。うわー、アレチの魔女、よっしゃ、絶対に倒すぞ。わー、でも綺麗、屋根がないんだ、すごい綺麗。神通力、頑張れナルト、いいぞいいぞ。よし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 、問題、え、問題、あんた私の技の知ってるか分かんない、ま、アレチの魔女だろ、魔術師。おお、だって言った、アレチの魔女やった、今もクイズ出されるんだ、幻想した、びっくりした。ナルト眠たいのか、確かにちょっと夜遅いからな、あとで寝かしてやるからな。神通力、頑張れ頑張れ頑張れ、ナイス、惜しい、耐えるね、耐える、ヘドロ攻撃、頑張れ耐えろ、よし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 、な、毒を浴びてしまった、毒を浴びた、頑張れ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 、耐えて耐えて耐えて、神通力、あー、かわいいな、また逃す、いいぞいいぞいいぞ、ナイスナイス、チーボー41、ツイッター43、いいぞー。どうしようかな、
毒のダメージがトゲキッス、トゲキッス、トゲキッス、チーボー行こう。わー、ナルトが毒を浴びてしまった。うう、頑張れ頑張れ頑張れ、チーボー頑張れ、チーボー頑張れ、チーボー行け行け、チーボー行く行く、ゴーゴーチーボー、ゴー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 チーボー、チーボー、トゲキッス、うわ、トゲキッスって強いんでしょ、すごい可愛い。毒毒にしようかな、毒毒、毒好きにしようかな。行こう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 、原始の力、うわー、耐えるんだチボ、いいぞいいぞいいぞ、毒好き、いい、かっこいいよ、まあ、さすが我が子、さすがよチボ、やった毒だ、やった、さすがチボだ、いいぞいいぞ、毒のダメージを受けた。なんだ、うん、なんだろう、私の好きな色は何色好きなんだ、あ、間違えた、なんか音、おっしゃったおっしゃった、鳥元メリが私はそうじゃない、何色だったんだろう、後で編集の時見よう、何色だったんだろう、わからなかった丸ボタン押しちゃった、あ、じゃあ、あの何色がお好きなんですか。私はね、紫と青が好きかな、好き。でもなんか服いつも無難な黒着ちゃうんだよね、黒と白ばっかり、色物を着てみたいわ私も。あ、ヨモギ43、やった、ヨモギ43、クチーと鋼タイプ、どうしよう、ナルトが、ナルトが、あ、うん、みかんにしよう、ナルト、みかんにしよう、みかん行こう。いやー、でも最初のね、毒攻撃まだ動画が強かったな、可愛かったしね、カラルの姿でめっちゃいいの、口と絶対みかんならいける、みかんならいける、炎の力で焼き尽くしてやれ、比較、比較されてる、口とこっちも威嚇よ、火炎放射いけー、みかん、ナイス、可愛いよ可愛いよ、はい、やったね、さすがみかん、さすが私のみかんだわ、最高最高。なんかおしゃれな広告ある、香水かな、いや、なんかポプラさんっていい匂いしそう、なんかマダムな感じのいい匂いがしそう、魔法イップでしょ、魔法イップだから、うん、鋼フェアリーだから、ツイッター行こう、ツイッターでいけるはず、答え、ありがとうね、みかん、ありがとう、助かりました、いけー、ツイッター、大きくなった、追敗の力を見せてやれ、いけ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 、寝てる、眠気覚ましのモーニングティーようやく聞いてきたようで、なんてこと、私との戦いはまだまだ朝飯前ということか、え、魔法イップってこんな色だったっけ、ピンクなんだ、かわいい、大きくなろう、最後だから、ダイスチル、いける、頑張れ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 、いけ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 、魔法一歩大きくなるのかな、どうなる、うわー、かっこ、なんかシャアみたいだね、赤い彗星シャアみたいです、これが腹をくくったかい、ちょいと楽しませてもらうよ、あれ血の魔女こげ、マジ怖い、わあ怖い、あれ血の魔女だ、怖い、え、何、え、ケーキじゃん、うわー、かわいい、めっちゃかわいい、1,2,3,4,5段のケーキ、ウェディングケーキ見て、いけー、見せてもらおう、帝国軍のモビルスーツの性能とやらを、よし、一発、え、魔法イップめっちゃ可愛いね、うわー、可愛かった、さすがツイッターだ、強すぎる、しゃもじが40になったよ、あー、おめでとう、しゃもじは嫌な音を覚えた、いいぞいいぞ、わー、ツイッターマジお疲れ、かっこよかったよ、マジかっこよかった、さすがうちのツイッター、びっくりする、
ピンクは足りないけれど、あんたらいいトレーナー届けなんだよ。ありがとうございます。12,160円。た、たっけ。お年玉やん。わあ、エレガント。ありがとうございます。腕につけてるジャラジャラすごいね。はい、お疲れ様。なるほどね、悪くはない。だけど、え、不合格。マジか。しょんぼり。ああ、気にしないでおくれ。私の好みの問題さ。ジムリーダーは他に探すさ。何、心当たりあるんでね。心当たりがあるんだ。結果は残念だったけどね。記念にフェアレーパッチをあげるよ。ありがとうございます。フェアリーパッチだって。素敵な握手ありがとうございます。嬉しい。ファンファイファン持ってきたね。握手。レベル45までのポケモンが捕まえるようになった。ほら、お楽しみも気に持ってきな。ありがとうございます。首熱くないのか。あ、待って、隠れミッキーだ。首のところ白い3つの隠れミッキーがいる。かわいい。パヤはお楽しみ87。お楽しみ。どれ、キッスによって、キスじゃない、キッス、キッスによって相手からホームページを吸い取る。与えたダメージの半分以上は HP を解放する。エルメスのキッスと一緒。キッスだよ、キッスじゃない、キッス。うわぁ。こっちは参加記念だ。ピンクのユニフォーム着てごらんよ。嬉しい。フェアリーセット。手に入れた。やったー。ブース超かわいい。年寄りを軽んじるのはもちろん良くないけどさ。年寄りが出しゃばってる世界も良くないからね。うわぁ。素敵。ポプラさんからあざましいをもらわれましたよね。次はジムの気力スタッフにありますね。そうですね。ありがとうございました。フェアリーマッチがお似合いですね。パヤさん楽しいですよ。ありがとうございます。嬉しいんですけど、あんた大したもんだよ。ありがとう、ババーズ。ありがとね。ポプラさんのクイズの正解は1問目無術師、2問目パープル。パープル一緒だ。私もパープル好き。紫一緒。3問目16歳でした。3問目があったんだ。うわー、3問目があったんだ。16歳でした。女心は難しい。16歳って何なの？永遠の16歳ってこと？チャンピオンのポプラさんのオーディション行かないのか。永遠のピッチピチの16歳、高校1年生。私、高1の頃何してたかな？ニコニコ動画見てたっけ？何してたっけ？あ、ポプラさん。お待ち！どうされました？ナックルシティに用事があるんだけどね。あんたもついてくるかい？はい！次のジムスタジアムに向かうのはナックルシティに戻るんだからさ。喜んでお願いします。あ、ついでさ、優しい。一緒に行こう。嬉しい。一緒に行きましょう。うわー、戻ってきたよ。ナックルシティ、相変わらず誇りっぽい街だね。まあ、そういうのも子供のポケモンもいるからね。そうなんだ。いや、ありがとうございました。一緒に戻ってきてくれて。いや、みんな本当お疲れ。素晴らしかった。ナルト、ミガン、チーボー、ツイッター。ありがとう。はぁ、素晴らしかったです。わ、わぁ、素敵素敵素敵。ヤローさんと一緒。あぁ、腹で出してる。寒い寒い寒い。炎。あぁ、カバさん。わ、オニオンくんのもかわいいね。素敵。さっきもらったのは？わー、かわいいじゃん。似合う、私。マジ似合ってるわ。デドクセットと。わー。あ、似合うわー。戻ってきたね。わー。あ？そうだそうだ。呼ばれたんだったね、ビートくん。大丈夫？おーい。プンプンしてんな。チャレンジバンドも剥奪され、ジムチャレンジャーで亡くなった。そうなんだ。僕の姿を見に来るとは。あなたに余裕なんかあるのかい？あるよ。ま、そうかもしれないですね。僕という強敵がいないから。だけどね、僕は諦めてませんよ。委員長のためチャンピオンになります。だからもう一度ジムチャレンジに参加できるよう頼みますから。わー、一生懸命。あ、ポプラさん。おや、あの子見染められたの？いかにもピンクで、マジピンク。ちょっと紫寄りのピンクかもね。まっすぐだし、ひねくれている。いいね。そうでなければ、人間の幅は出てこないよ。
うわー、よし、準備しようだよ。な、タジタジ、あ、早く動けるんだ。ピンク、ピンク、ピンク。オブラさん、おめでとう。どういうこと、オブラさん、ピンクピンクピンク、パーコなの？あなたはプラさん、いきなり何をなさるんです。あなた、あんたオリーブなんかにいいように使われ必死に買い星集めたのに見せられて困ってんだろ。私についてきな、なんとかしてやらんこともないよ。わあ、もちろんあんたの頑張りしたいだけどね。僕を試すのですか。いいでしょう、むしろあなたに認めさせ、願い星のこと教えてもらうことにしましょうか。わあ、意気投合してんじゃん。じゃあね、あんたはキルクスタウンに向かいな。7番道路はわかるだろう。はい、ビート君。うわぁ、林やパーコみたいな目力だったね。はっはぁとか言って、頑張るんだぞ、ポプラさんのもので。よっしゃ、私は次のジムに行くぜ。ゴー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 。